美人で巨乳の先輩をペットにしますか？いや普通にダメでしょ。女の子をペットにするとかありえない、うん、でも先輩はいろんなことをさせてくれるそうですよ。そういうのは恋人同士がするものでしょ。だよねだよね。先輩のおっぱい柔らかくて最高だったでしょ。まあ最高じゃなかったといえば、これはただ おしっこ我慢してるだけでしょ。嘘になる。柔らかかった。そのおっぱいを好きにできるんだぞ。おっぱい以外も好きにできるんだぞ。どんなことだってしてくれるんだぞ。シャミー、シャドウミストレスユーコの偉大なる魂の祖先である。一応は家族なんだ。